はい、2015年7月24日、今回は前下がりのボブの切り方をこのヘアカットマスターを使って紹介していきます。まずはじめに前下がりとか前上がり、この角度をこう正確に、まあ、自分なりに作りやすくするために僕のチャンネルでは指1本分とか指2本分とか指半本分とかそういう表現をするんですけど、そこから一度解説していきます。前回の水平ボブで紹介したこの0度まっすぐ水平と45度ありますね。その間が 22.5 度っていうのを前回使ったんですけど、それが水平、指水平に対して指半本分傾けると 22.5 度になるということだったんですけど、今回は45度の前下がりを切っていきます。なので45度というと、水平にした時45度というのは指 1.5 本分、指1本分と半分ですね。その分指を傾けてあげると45度に正確に切ることができます。なのでこの指1本分、2本分、半本分っていう指の太さとかもあるので、まあ、各自これを利用しようかなと思う場合は、こう自分でいろいろと角度を測ってみてください。で、まずはブロッキングからなんですけど、基本的に前回の水平ボブで紹介したようにブロッキングは生え際、この黄色い線に合わせて取るんですけど、それはまあまっすぐを切る場合ですね。で、今回は前下がりなので、前下がりの場合は前下がりでブロッキングを取ります。で、前上がりもそういう感じなんですけど、まっすぐの場合は生え際に合わせて取るんですけど、前下がりの時はそれに合わせたブロッキングを取っていきます。で、今回もイヤーとイヤーで分けます。そしたら後ろを取っていくんですけど、この時に生え際から指2本分と半分 2.5 本分で、この角っこ、こっち側指1本分で取ります。そうするとさっき言った45度で取れます。はい、こんな感じでここを1本分で、ここちょっと生え際が下がってるので、ここは指3本分にしておいて、ちょうど45度ぐらいになるように左右取ります。はい、こんな感じです。で、次にこの頭の形が、ここがこういう風になってるので、これをまっすぐに近づけるために頭をこういう風に下げてまっすぐになるように傾けます。はい、こういう感じで傾けて、はい、そしたら今度切っていくんですけど、こう下に傾けると髪の毛がこう前の方にこういうふうに落ちるんですけど、ここでカットするわけじゃなくて、これは後ろまっすぐ向いた時の真下ですね。ここで切るんじゃなくて真下、この真下で切ります。で、この時に指 2.5 本分っていうのをずらすんですけど、これも初めにブロッキングで取ってるので、ブロッキングに平行ということになります。で、これが45度ですね。
で、今回も首の半分よりもちょっと上ぐらいで切っていきます。真下に下ろして、このブロッキングに合わせて切ります。はい、反対側も同じように真下に下ろして、このブロッキングと同じように。はい、でここで今挟んで切ってるので、下ろした時点でグラデーションがちょっとここについてるので、それを切っていきます。はい、ここまでで、このブロッキング取ったところと同じラインで切れます。はい、で、次も同じ、このように同じのを指2本分から3本分ぐらいでブロッキング取ります。はい、取ったら、しっかりと常にここの左右、ちょっとカメラ上見えにくいと思うんですけど、ここをピタッと合わせるようにしておきましょう。はい、でここからまた同じように真下に下ろして、この下のガイドのラインに合わせて切っていきます。ここも真下に下ろして、下のガイドを見ながら、で2段目からはこう内の髪の毛も切っていきます。前下がりのスタイルは内の髪の毛を切るのがポイントになってきます。はい、前回の水平ボブで紹介したように、横からの斜めで斜めからの下というように、内の髪の毛を出して切ります。この時表面の髪の毛、この表面の髪の毛を切らないように、しっかりと横からの斜めで下というように、この中の髪の毛を出すようにして切ります。はい、反対側も同じように横からの斜めで下。で、切り終わったらまた真下に下ろしたところで、また指で挟んで切ってるので、そのズレを整えるために、少し中にグラが入ってるので、ここを整えます。はい、ここまでですね。で、しっかりとその都度左右の長さが合ってるかもチェックしながら切り進みます。はい、もう一段上に取ったら、ここでだいたい耳の後ろのイヤートゥイヤーのところぐらいにこれが来ます。で、この角度がだいたい45度になってると思います。はい、で、ここもまた同じく真下に下ろして、下のガイドに合わせて、で、コームワークもしっかりと。
この右側、耳側に行くんじゃなくて、しっかりと真下に引き下ろしながら切っていきます。で、ここで右と左手というのが、こっち側は指先なので細いんですけど、こっち側は指の根元になるので、大体がこっちの方が太いですよね。なのでそこをしっかりと真下に下ろしたら、ここは太いのでよりちょっと少し下げ気味ぐらいにしてあげると右と合わせやすくなります。はい、で切ったら同じようにしっかりと円を描きながら、この内の髪の毛を切っていきます。この時も同じように左側の方が少し倒し気味になります。で、切り終わったら真下に溶かして指で挟んで切ってる分のズレを整えます。で、ちょっとコーミングでちょっと内に入れてみて左右の長さをチェックします。はい、このスライス、ここと同じで、これが45度の前下がりで、綺麗に切れてると、この首に沿うようなちょっとひっつくような感じの前下がりになります。で、ここまでで今回の動画は終わりで、また次回パート2で残りの部分を切っていきたいと思います。はい、もしわからないこととか、まあ、リクエスト、質問などがあったら Google プラスの方からよかったらコメントをください。で、もうちょっとこうした方がわかりやすいんじゃないかっていうことなんかもよかったら受け付けてますので、またお願いします。今回は以上でした。